これから、パーソルパシフィックリーグ優勝チーム表彰式セレモニーが行われます。まずは優勝トロフィーが国防監督に手渡されました。今年から選手会長の周東右京選手に渡されます。まあ、先日の胴上げももちろん選手たちもね、本当一番の勝った瞬間の喜びですけど、こういう表彰式でまた新たに優勝したなっていう感じあるんでしょうね。まあありますね。と、まあ、ここも結構至る所に見ますもんね。そうなんですよ。ね、こうやっぱり結果を残している選手が前にいて、なんか一応立ち位置が大体ありますね。言われる？いや言われないです。大体なく立ち、そういう、あの今年活躍した選手が前に、はい、後ろはだんだんピッチャー陣、まあ、ポジティブですね。宇田川さんがやっぱりね、本当に長いペナントレースでやっぱ宇田川さんの存在って非常に大事ですし、やっぱり宇田川さんが一定の選手だと思うので、本当に感謝、あの選手はみんな感謝しかないと思いますしね。まして近年はデータだとか、あるいはこういろんな、まあ、体の整える部分も含めてね、はい、まあ、よりもういろんな人が変わってますからね。あの、まあ、僕たちも違って本当にデータがねすごくこう今はあってですね、アナリストの人たちとかね、まあ、いろんな人たちがよろしゅう、そうですね、頑張ってくれてるのもありますよね。まあ、そういった方々も本当に報われるね瞬間でもありますから。2024年のパシフィックリーグチャンピオン、福岡ソフトバンクホークス。今年は久保監督が美意識で美しい野球を取り返すということで、チームがスタートいたしました。新監督の元のスタートでもありましたが、まあ、一気の強さで見事このペナントを手にしました。まあ、美意識ということに関しては小畑監督言ってましたが、まあ、いわゆる優勝にふさわしいチーム、はい、まあ、戦い方、振る舞い方、やっぱそういうのあるわけですね。そうですね、まあ、そういう中でよく言われる隙を見せるなっていうのは、多分そういうところだと思うんですけども、やっぱりただシートノックからやっぱ相手を圧倒するぐらいのシートノックやってましたし、まあね、やっぱりここ勝てなかったっていう部分ではやっぱそういうこう好きだったり、まあ、そういうのがこう気の緩みじゃないですけど、まあ、そういうのがちょっと国防監督には見えたんでしょうね、はい、監督の時にだからやっぱり厳しいところは厳しく、でもそこでちゃんと、会話とか、ね、コミュニケーションを取るとかコミュニケーションを取るっていう、まあ、そこは本当にうまくいったんじゃないかなと思いますね。はい、フェペドーム非常には今年の戦いが映像で振り返る時間となっています。
この日のためにチーム全員でやったんで、まあ、その懸命に戦った選手たちに胴上げしてもらえて本当最高でした。さあ、これより福岡ソフトバンクホークス選手、コーチ、監督一同がグラウンドを一周いたします。どうぞ皆さん、今日も満員御礼のお客様の中、これから監督選手場内を一周いたします。いや、やっぱハイライト見てね、はい、本当に思い出しますね。いや、やっぱ本当に今年1年で強かったですね。まあ、開幕前はね、やっぱり先発ピッチャーがっていうちょっと不安定があった中でスタートしたら、全然もう本当に先発ピッチャーが頑張ってむしろ良かったぐらいでしたもんね。はい、まあ、そんなスタートからもう4月だけども一気に貯金を2桁行きましたからね。ね、もう本当にいいスタート切りましたし、はい、まあ、今年から入った山田選手のね活躍っていうのも本当に大きかったですしね。はい、まあ、5月終わりぐらいに初めて3連敗なんてのはあったんですが、まあ、ただ、まあ、交流戦もちょっと最初の、ね、巨人戦こそ悪かったんですが、はい、その後からまた矢部から怪我があったにもかかわらずまた上がってきましたからね。ね、まあ、そういう中でこう離脱する中で、まあ、柳町選手だったり、本当にこう周りの選手が上がってきて穴を埋めてくれましたね。あと柳町選手怪我の間というのは、まあ、3番ではないかな。近藤選手が6発の働きがちょっと異常なぐらいの、はい、そうですね、球史に残るぐらいの働きをしてましたね。してましたもんね。まあ、それにその先ほど言われた柳田選手とか広瀬選手とか浅木選手とかね、やっぱりしっかりとこうその間を埋めてくれて、はい、ね、そこからどんどん出て存在感を見せてくれました。まあ、7月前半ちょっと球史不足はあったんですが、ロッテとちょっとだけ、ね、差が縮まる時もあったんですが、7月中旬でまたしっかり決めて、結局終わってみれば7月の結果勝ち越しでしたね。7月は月間11ホーマーの一気にヘッドをさせて、そこからはもう、ね、9月に向けて順調に減らしたというわけではなかったんですけれども、はい、まあ、ただしっかりとね、まあ、大きなリードがありましたね。そうですね、やっぱり本当に予想の厚さ、はい、闘争っていうのがすごく見えた今シーズンだと思いますね。はい、場内一周やっぱファンの声とかいっぱい聞こえてくるわけですね。そうですね、まあ、手をすごく振ってくれるので、まあ、選手としては非常にありがたいというかですね、なかなかゆっくりとこあってね、まあ、全員のお客さんもね、はい、まあ、一番はねこの本拠地で優勝した方がもっとお客さんもね盛り上がってほしいですけど、まあ、今度はクライマックスもありますし、そうですね、今度は間違いなくね、胴上げをする方法ですからね。はい、久々のこういった光景でもあります、福岡ソフトバンクホークス。そうですね、まあ、そういう選手が本当にキャンプでもアピールして開幕1軍勝ち取ってですね、はい、それも大きかったですし、まあ、そういう意味ではその育成選手をその何ていうかな目標というか、はい、頑張れば自分たちもなれるんだというそういう示せたこうシーズンでもありますので、はい、こうそうですね、ホークスとしては
けど勝ちながらこう育てられた、非常に分岐点というかですね、はい、まあ、いいシーズンになったんじゃないかなと思いますよね。やっぱり自分たちが通る、まあ、久保監督もそうですけど、やっぱり前向き側のやっぱりしっかりした中心選手がやっぱ出てこないと、やっぱ長く上昇軍団なので続けられないというのはあるんで、はい、そういう意味では本当にこう若い期待できそうな選手が出始めてきているので楽しみですよね。選手たちの場内1周が終わって、改めてまた、ね、チャンピオンズを迎えたコートの前で記念撮影が行われます。久保監督の笑顔どうですか。いやー、今ほっとしたんじゃないですかね、1年目で。このあとこのトロフィーを非常にね掲げるようですね。クラッカーをお持ちの方はご準備ください。クラッカーをお持ちの方はご準備ください。今をやりながらですか。あ、そうですね、今年のスローガン今ね、それでは栗原選手マイク持ってますね。栗原選手に締めくくってもらいましょう。栗原選手お願いします。はい、本日も熱いご声援ありがとうございました。そして、本当に毎日毎日たくさんのご声援をいただいているおかげでリーグ優勝をすることができました。本当にありがとうございます。また10月16日からクライマックスシリーズ始まり、また熱い戦いが始まります。ぜひ、このペイペイドームを満員にして熱い5000円で力を僕たちにください。一生懸命頑張りたいと思います。それでは最後に3-2-1で僕がビーバーって言うんで、皆さんもなんかビーバーってやってください。で、右京さんがトロフィーを掲げます。それではいきます。 3-2-1 ビーバー。2024年のパーソルパシフィックリーグ優勝は5年ぶり福岡ソフトバンクホークスです。新監督のもと素晴らしい戦いで見事優勝を勝ち取りました。福岡ソフトバンクホークス、選手、コーチ、監督の皆さんへ大きな拍手。まあ、無数の黄色の、ね、カリブリが上空から、ね、落ちてまいりました。あ、綺麗でしたね。綺麗でしたね。今日の勝利数を合わせて86勝47敗3引き分けという現段階での勝ち星を挙げましたソフトバンク。堂々たる2人に各馬のゲーム差をつけての優勝を飾りました。今日の戦いから次なる戦い CS、 そしてその先の日本シリーズへ、まあ、その最初の、ね、一歩というところは今日は素晴らしい戦いで締めくくりましたホークスです。